理工アリーナは、イングランド、ウェストミッドランズ州コベントリーにあるスタジアム。コベントリーシティ FC が、ホームスタジアムとして2005年から使用している。収容人数は32,500名。理工が10年契約の命名権を取得した。1899年から106年間、本拠地だったハイフィールドロードが、老朽化で閉鎖する代わりに、新スタジアムを建設。 2005年に開場した。コベントリー北部の再開発として市が主導し、建設された。スタジアム、ファンショップのほか売上高世界第3位のテスコのショッピングセンター、カジノやホテル、フィットネスクラブ、市内に不足していたコンベンションセンターやカンファレンスルームなどを併設した。さらに地元の子供を対象とした、教育指導、IT 教育、 16から18歳程度のハイティン向けのスポーツビジネスについてのプログラムも行っている。このように、スタジアム機能だけでなく、様々な設備を取り揃え試合のない日でも人々が集まる複合型スタジアムとして世界から参考にされることも多い。また、コンサートの開催もあり、ブライアン・アダムス、ボンジョビ、レッドホットチリペッパーズのライブが開催された。 2012年のロンドン五輪サッカー競技におけて男女合わせて12試合使用された。ただし国際オリンピック委員会は企業名等を付した会場での開催を認めていないため大会期間中はシティオブコベントリースタジアムと呼ばれるリコーアリーナハイフィールドロードありがとうございます。